NF ですかね、この自分、本当の自分は何だみたいな、INFJ、共感的なビジョナリー、ビジョンを描き洞察する人とあって、主機能が内向の N、 自分の内面では人のためになる考えやひらめきを統合することに意識を向ける、分かるですかね、こんなんね。で、補助機能が外向の F、 外界では毅然としていて協力的で配慮しながら対応する、なんかそんな雰囲気ありますよね。で、第三機能が、シンキング、発達していくにつれ状況を客観的に検討していく。で、レッド機能が外向の S、 感覚、発達上の課題は今ここの現実に基づいて行動を起こすこと、とあってコミュニケーションで重視しているのは、静かに支援しながら励まし賛同する、調和と人のつながりを追求する、追求しすぎじゃないですかね、本当の友ってなんだ。そうかもしれない。今そんなにあれですよ。でも子供の時の時のその思いを引きずってるなとは思います。あー、なるほど。で、目的と意味を追求する、この人のことを考慮した目標に合わせたこう言動を取る、ね、分かんないですねもうで、自己表現の仕方、人に手助けをしたり啓蒙したりすることを追求し、個人的に意味が感じられる背景を踏まえてアイデアを出す。この辺なんかピンときます？ピンとこないなら 読まないです。ピンとこない言っちゃった。全然 OK 人のフィードバックを受け入れることに難しいと感じることがある。受け入れない頑固さは、頑固だとは思わないけど受け入れられないなって感じ。受け入れないじゃなくて、私はこれは受け入れないとかじゃなくて、はい、受け入れられないなって。あ、それはあの勢いの違いですかね。あ、じゃなくてそんな能力ないな。常になんか下に行きますね、うん、なんでこれ下に入ろうとするんですか物事の。そんななんか自分に拒否するみたいなのって、そんな。でも拒否はしないけど拒否してるじゃないですか。フィードバックがあったよ、受け入れないじゃなくて受け入れられないな、なぜなら私にはそんな能力ないもんって今言いましたもんね。あ、そうでもそんな、そっちなんですよ。受け入れ、でも言ってる意味一緒ですよ。違うんですよ。どうぞ今の翻訳してください、この齟齬を。本当できないって言ってる、あのやりたくないとできないのも違いですよ。でもできないって言われると腹立つんですよ。できないっていうのが、はい、私にはできないです、能力がないから。で、前者のはそんなのやりたくないです、はい、でもやってもいいんだけど、はい、ちょっと自信がないです。じゃあ一旦やってみましょうよってなるんですよ。こっちはってどっちなんですけどあ、その、うん、フィードバックを受け取るっていうこと。そうそう、フィードバックしたできないんです、いやいややってみなよって。だからやろうとしますよ。フィードバックを受け取ることは、受け取ろうと思いますよ。はい、受け取った。あ、出たと思う。持ってますよ今、うん。できない、重いなとかできるかなとか。なるほど。長女、三女、三番目、あ、知らなかった。3番目、一番下、三番目。やめていきましょうか。あ、なるほど。4人いるんですよ。あ、なるほど。4人姉妹の3番目で、一応あれなんですよね、あのお姉ちゃんもの立場もある。でもなんか下に行くにつれて、なんかその、なんていうんだろう、自己主張が強くないと兄弟間で生き残っていけないじゃないですか。だからなんかイメージではなんか下に行くにつれ自己主張が強いイメージはあるんですけど、そんなことはないんですね。上2人と、あ、別にそんなに年が離れてたわけじゃないんですけど、上2人と下2人で分かれてるような感じですかね。あ、だから下の長女、下の長女、そうだけど、下の、私の下はもっとうまくやるの で、はい、でそれこそポンコツですよね。何もあんまり、あ、僕もまあどちらかというと一番下の人間なので末っ子、うん、まあポンコツですよ、うん、でもなんか末っ子がうまくやるんですよ。あ、でもそのうまくやるっていうのは、あのやってないけどなんかお調子よくスルスルスルって抜けていくっていう感じなんですよ。違う、
調子よく、そう、うまいなって。うまいんですよ。ポンコツっていうのは自分のことを言ってる。あ、そう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 。それはそんな風にできない。なんでしょうね、この自己、僕が感じるほどの、あの、自己肯定感の低さ。いつも自分がやってるやつ。そうそう、いつも僕がやってるやつを目の前でやられると。どうですか。待てって。違う、そんなに、そんなんじゃないって。それ僕の役だから。ってなっちゃうんですよね。いつもみんなそうされてる。あ、いつもそうご迷惑をおかけしております。あの、まあ、番組上、はい、それを振る舞ったりはするんですけど、うん、僕はなんて言うんだろう、自己主張もするじゃないですか、うん、自己主張はするんですよ。でも自己主張はあまりしないですよね。自己主張は苦手ですね。うまくできればいいなとは思いますけど。で、自己表現の仕方としては、自分の価値観に異議を唱えられると自分の考えに固執し固くなになり良い結果を得られない状況に陥る。多分なんかその今のなんかできないんですできないんですっていうのもなんかちょっと固くなな気はするんですよ、うん、やってみようとか一生懸命合わせてやろうとする感じじゃないですか。そうこれでもやろうとはしてる。でそれが多分プレッシャーになって嫌だってなってくるってことですよ。なるほど。でこの INFJ が人間関係で重視することとしては、人の特殊な才能や能力について学び受け入れ活用する、そうなんですかね。で、あと相手の気分や気持ちを敏感に察知する、それも高そうですね。それはする。で、反対の立場を取る人を懐柔しようとする、人を動機づけ正当な評価を与え静かに影響を及ぼすための良いセンスを持っていく、自分の欲求気持ち気がかりなことをいつも表現するとは限らない、人との絆を築きどの人と関わるかを決めるのに労力をかける。ああ、うん、それはあかな。なるほど。なんかね、いつもというか、まあお会いするのは2度目で、ライブに出てもらったことは何回かある。あのね、目が笑ってないんですよ。目が悲しそう。悲しそう。いつもね、なんか笑ってるんだけど目は悲しそうだなって僕は思ってる。勝手にですけど。はい。これは2度目の察知能力。はい。どうでしょう。そうですか。そう見えますか。そう勝手に捉えてるんですけどね。で、そんな INFJ のヒントとしましては、人の欲求だけでなく自分の欲求を満足させることを意識してやる、自分の限度を設定し明確に示し他者の役割の責任を取ることは避ける、細かいことは人に任せて援助を求めてもいいよって書いてあるんですけど、援助を求めるっていうのとかは、はい、あんまりちょっとよ私の中ではあんまり今までやったことがないかなって。さっきも、はい、その恋の相談みたいなのって言ってましたけど、はい、あんまり相談したことないし、あんまりっていうかさ、恋じゃなくてもなんかの相談みたいなのってあんまないし、なんか高校の時とか、まあ、誰々ちゃんのこと好きなんだよねっていうやり取りが僕どこにでも行われてるんだろうなと思ってたんですね、僕の世界では。高校女子校だったのでそういうのなかったですけど、はい、でも学生の時とか、はい、でも相談はないですよ。だからされたこともないから、そういうのもしたことがないから、されたことない。何かの相談はされますよ。相談恋じゃなかったとしてもちょっと聞いてよそれいつもいつもやるやつ、ごめんなさい、はい、今あるなんかそういうのでも、いや相談は本当に相談をしたことは僕もないけど、はい、相談してるのを聞いたこととかはありますよ。で僕に相談されたかどうかは記憶にないです。やっぱさっき言ってた E と I なんですかね、それって外交内交、そうそうそう、なんですかね。なるほど。なんか相談しないんですけどしますか、する僕は多分話しながら決めた方が早いじゃん。自分で決めることは決めるんですけど、これどうしようで、わざわざかけに行くかは分かんないですけど、その時じゃあここに来ました、ちょっと体調聞いてよ、うん、はやりますよね、うん、あの開業届け出した方がいいんですかねとか、うん、
っていうのはもう頻繁に思ってる同士を、まあ、聞いたりします。例えば開業届出した方がいいのかなは、はい、私もなんかやってらっしゃいますよね。そう、はい、やってるので、はい、それを思った時に誰にも相談はしませんでした、はい、やろうやろうってなった時に、はい、これどうしたらいいのかなみたいな相談はしなかったな。僕はなんかどうしようかなどうしようかなあっちかなこっちかなってやってた感じです。でなんかいろんな人に話を聞いて、あ、じゃあこっちの方が高いからやる決定ってやった感じはします。 ないかも。そう、相談したことがないかも。された経験もあんまないかも。あー、された経験、そう、された経験がないから、されるような人じゃないまた出てきて、されるような人じゃないのか。私は相談をされる人間じゃないってでももう、うん、でもなんとなくそれもなんか相談の仕方もよく分からなかった。弱みを握られたくない。見せたらダメだと思ってる。弱みを見せたらダメだとかって思ったことはなくって、そういうのを考えたことはなくって、誰にもこの状況は言ったところで分かんないだろうなとかってともちょっと思うそんなん言ってくれれば分かるよもう僕はまあどっちもある。そう、恋の悩みみたいなのは恥ずかしい、格好悪い、そんなのはできない。けど買い求めて出したらいいのかみたいな手段とかだったら気軽に聞いたりする。そう、だから手続きとかだったら聞けるとは思うんですけど、係の人にね、そう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 だから思いなんですよ、多分気持ち。そう、相談って気持ちなんですよ、私の中では。私の気持ち、そう、私の気持ち、はい、相談するっていうのは私の気持ちを聞いてもらう、はい、っていうのに近い、はい、で手続きとかは別に調べれば、はいはい、それは相談とは言わない、言ってない、はい、でも気持ちを打ち明けたことはないんですよね。そういう気持ちを聞いてもらったことはじゃあ今までにないということですよね。そう、ない。なんかお酒飲みに行って、そう、ない。だからそういう人になった。じゃあ今でもママ友と飲みに行くとかさっき言ってたじゃないですか、うん、何を喋ります。手続きのことしか喋らない。もうママ友は子供の時です。出来事を話すだけ。うん、でそこになんか私の気持ちも乗っかるじゃないですか。相談じゃないと、うん、相談じゃないんだ。そう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 、気持ちを話してるだけ。でも気持ちを話すことが相談って言ってたから、そのなんかこう飲みに行って話すのは、はい、その場のノリで話すじゃないですか。ノリで話す、うん、そう。それって別にこう相談何かをこう答えてほしいわけじゃなくて、もちろんもちろんノリで話してるだけ。はいはい、その時の出来事についてはなんか話したりするんであって、うん、私の今日をちょっと相談があるから相談乗ってくれるっていう風にして、はい、誰かと話したことなんてない。あ、なるほど。あるの？気持ちのやり取りをするのが親友っていうのがあるかもしれないですね。そうかも。あ、って今思ってそれを考えると僕にいるのかって言われると今いるのかはもう分かんないです。でもこうできるって話ですよね。人は選びますけど、ね、誰かにはすると思う。する。でも気持ちの相談を占い師にしたりするんですか。あ、するするする。占い師が侵入かどうか。はい。あ、そっか。じゃあやめましょうか。今の定義はじゃあ。はい。あ、でも私そういうところありますよ。すごい今なんかしっくりきた。あ、占い師は別として。あ、占い師は別として。そういう気持ちのやり取りができるのが侵入、うん。そう。そうそうそう、そういうところあるかも。